はい、とりあえずですね、床のフラット化なんですけども、こんな感じでね、デコボコしてます。この上に寝るわけではないので、まあこのままでもいいっちゃいいんですけど、やっぱりね、足元が気になるので、ここにね、板を引いてみようと思います。板はですね、900いくらだったかな、900いくらぐらいで 90×180cm ぐらいの板を買ってきました。もう結構雑なんですが、こう合わせてですね、印をつけます。これ通りに切れば一応マットの形にはなるはずです。マットの形にはなるはずなので、まあ、とりあえずこれを切っていってみようと思います。で、ここからね、ちょっとまた地味な作業をします。このハンドサンダーを買ってきたので、この表面をね、ヤスリがけしていこうと思います。どういうふうに設置するかなんですが、せっかくなので、ここに貼ってあったですね、フロアマット、シートっていうのかな、これを戻してみようと思います。まあ、このマットがあった方がですね、少しは衝撃を吸収したりとか、まあ、防音効果もちょっとあるのかなということで、このマットはこのまま生かす方向にしようと思います。こういう形が一番ベストなのかなと思います。段差もね、きっちり解消できました。ただね、この左右はちょっと動くんですけど、ぴったりにはなってないんですが、この端っこなんかはもともとね、こういう風にフロアマットが切ってあるんですけど、こう丸くしてもよかったんでしょうね。まあまあ、細かいことはね、気にしないということで、ドアが閉まんなかったらシャレにならないので閉めてみます。よし、まだね、フラットになってないところはどうするのって思われると思うんですが、これはね、また後でやります。なぜね、ここまでにしてるかというと、理由があるんですよ。この後部座席のシート、これをね、外したりとか、この部分をね、殺すってことができません。なので、シートを戻した時、後部座席と干渉しないようにしたかったんですね。なので、あくまで、フラット化するのはここまでということにしたいなと思います。で、やりたい形もあるので、あとこれか、映像ではね、ちょっと分かりづらいと思うんですが、ここにね、ちょっと段差があります。ここね、ここにちょっと段差があって、その段差をね、こんな感じでこの緩衝材を埋めちゃえば多分解消できるので、これをね、ちょっと埋めちゃいましょう。もうこれ捨てるしかないので、何か有効活用できた方がいいでしょう。さあ、これを切り出したんで、もう中に入れちゃえばいいんじゃないかな。だいぶ変わりましたね。もうこの辺の中にですね、緩衝材が入っているので、問題ないでしょう。はい、ということでですね、まずフラット化、まあ、フラット化といっても半分だけなんですが、僕は半分あれば十分なので、かかった金額が、T2 ラワン合板、これですね、これが 5.5 ミリで、998円。それと、さっき使ってたハンドサンダー、やっぱりね、使う面積が多いので、これを使うとね、すごく楽でした。これがハンドサンダー、これがですね、1008円、この木の板よりもこっちの方が高いっていう感じなんですが、それと紙のペーパー、まあ、結局ね、320番を1枚も使わなかったんですが、またね、これからどんどん改良していくので、これも必ず必要になってくるかなと思います。先ほどの板なんですけれども、そのまま使ってもいいんですが、使ってるうちにですね、トゲとかが出てきて気になってきそうなので、クッションフロアを買ってきました。木目調のクッションフロアです。
まあ、こういうものがあった方が安心はできそうですよね。なるべくね、余裕を持たせて作りたかったので、大きめに切ってもらってます。どういう風にくっつけるかですけども、ボンドで留めちゃいましょう。木工用ボンドで留めてみようと思います。そうそう、あとね、ここのね、継ぎ目とかもあるので、なんかね、ちょっと不格好かなっていうのもありまして、このね、フロアシートを引こうかなというのもあります。意外とですね、このクッションシートが高くて、ホームセンターで1メートルで1700円でした。まあ、もうちょっとね、安ければいいんですけどね。さあ、こんな感じで濡れたので、なるべくこのまっすぐにしたいので、こんな感じかな。はい、こんな感じでですね、貼りました。貼ったので、あとは乾かして、で、次にこの周りをカッターとかで切っていくという感じにしようと思います。はい、こんな感じでシートを貼ってみました。結構いい感じになったんじゃないかな。こんな感じで、うん、悪くないんじゃないかな。